はいどうも、哲学徒です。今回もディアブロイモタルやりながら雑談していきたいなと思います。今ね、なんか2時20分になっちゃったんですけど、今日はね、ちょっとサブキャラのね、バーバリアンの方の育成をちょっとね、まあちょっとキリのいいところまでやっちゃおうということでやってたので遅くなっちゃったんですけど、まあなんだろうな、結構このメインキャラクターはどのクラスもまんべんなくやるっていう感じで、まあ育成してきたんで、まあ、バーバリアンもこのキャラクターで大体レジェ育てちゃってるんですけど、まあなんだろうな、今後はまあ近接系のクラスのね、レジェンダリーとかは、サブキャラで集めていくとかね、そんな感じで、まあ手分けして集めるような感じの方が、まあビルド紹介とかもね、まあしやすいかなっていうところもあるので、まあちょっとね、今考えてるところですね。まあサブキャラ育成、やっぱりちょっとね、まあ単純にこう、すべてのアクティビティやろうと思うと、まあかなり時間もかかるんで、まあそれをやるかどうかっていうところはちょっとね、悩ましいところではありますけど、まあちょっとね、そこは時間との相談って感じかなっていう感じしますけど、やっぱなんだろうな、結構今回まあ実際に何て言うのかな、まあ今までメインクランの、名手用にね、まあずっとレベル31のまま、レベル42かの、まま置いてたキャラクターがあったんですけど、まあそれをね3週間ぐらいかけて、まあ最前線というかまあ、1200台までね、レベル上げしてきたんですけど、まあね、なんだろうな、多分まあ結構これからで始める方向けの動画とかもその過程で、撮らせていただいたんで、まあ多少なりともね参考になればなとは思うんですけど、結構ね、いただく質問として、まあこれから始めるんだったら、まあ課金しないと無理ですかとかっていうのも結構、まあコメント欄とかでね、聞かれてはいたんですけど、まあなんていうのかな、おそらくね、課金したくなる理由ってなると、結局のところなんていうのかな、まあ初期勢と、なんていうか、これから始める人の違いで、まあ大きな部分としてやっぱり、その共鳴値の部分っていうのはやっぱり結構大きいんですよね。なので、おそらくそのね、部分に関して、まあ、なんていうか課金した方がいいですかっていう質問が来るんだろうなと思うんですけど、まあ、やってみた感じとして、単純になんだろうな、最前線までコンテンツ楽しんでいくっていう部分に関しては、まあ、別に課金しなくてもね、いけるかなという感じだったんですけど、ただ、どうだろうな。こういう、なんていうのかな。装備品の強化値とかは、まあ、かなり、最初はね、素材のブーストとかかかってるので、まあ、サクサク、ランクも上げていけるかなと思うんですけど、まあ、なんていうのかな。途中から、バフもね、かからなくなっちゃうんで、まあ、そこら辺からがね、ちょっと大変かなという感じがしますね。まあ、今、サブキャラ、私の、キャラクターは、一応ね、1240かなまで上がってきて、もうだいぶね、経験値のバフも少なくなってきてて、まあ今、ちょうどサーバーパラゴンが、1260なんで、まあ100何十%とかね、の感じなんですけど、まあ今、攻撃力っていうか、まあ戦闘レーティングが3823っていう感じなので、まあこれだと、まあインフェルノ5の、フィールドが、31000で、ダンジョンが31500なんで、少しちょっと足りないかなという感じになってて。で、まあ多分ね、この要因っていうのは、まあ、なんていうのかな、インフェルノ5の、レーティングに足りてないんで、インフェルノ5のフィールド狩りとかまだ始められないわけですよね。なので、なんていうのかな、このゲームって、まあ、レジェンダリーの、アイテムの、なんていうかな、レーティングによって、まあ、戦闘レートを上げていくっていうところがメインになってくるんで、まあ、そのためのにね、レベル上げっていうのも大事になってくるわけですね。まあ、レベルが高ければ高いほど、その時に落ちるレジェンダリーにつくね、戦闘レーティングが上がっていくような、ね、仕組みになってるので、なので、まあ、結構そこの部分が苦戦してる方が多いのかなっていう、印象を受けましたね。まあ、ただ、なんだろうな、結構
サクサクと、序盤のレベル上げ今できるようになってて、まあ、経験値バフも15倍、最初かかった状態なんで、まあ最初のね、初日からスタートした時とかは、まあかなりゆったりとこう、レベル上げをしてきたっていうかな、いうところがあるので、なんていうかな、まあそれに比べるとだいぶ、スピーディーにこう、サクサクとレベルがバンバン上がっていくような感じなんで、まあそこら辺はね、なんかテンポ感としては逆にいいのかなっていうところもあるんですよね。まあ、なんだろうな、ハクスラの醍醐味って、まあ早いテンポで、まあ例えば1日、1時間プレイしたら、まあそれだけね、まあキャラクターが強くなっていくっていうような、なんていうのかな、育成のスピード感とかそういうのもあるので、もうなんか、ソフトがやたら重いな、うん。そういうスピード感を味わうっていう意味では、まあ、今ね、初期育成やるっていうのは結構、うん、悪くないんじゃないかなという気はするんですけど、まあ正直ね、その、まあこのゲームの中での、まあ戦闘能力にかなり関わってくる部分の、レジェンダリー宝石の部分でね、まあ、なんていうのかな。結局、まあ、初期からやってる人は、まあ、私も基本的にバトルパスの課金しかしてないんで、まあ、美課金税っていう、まあ、そうだとは思うんですけど、まあ、その人にたちでも、まあ、今、大体そうですね、普通に、まあ、報酬もらってるだけでも、まあ、共鳴値っていう、まあ、2000超えてるぐらいの人が、まあ、大体なので、なので、そこまでもね、追いつくのがちょっときついので、まあ、なので、まあ、少しでも課金した方がいいのかなっていう話になっちゃうんだと思うんですけど、まあね、全然ありだとは思うんですよ。まあ、ハマって、まあ、とりあえず最前線というか、まあ、上げられるとこまでレベル上げ してから、まあ、課金するかどうか考えるっていうのでもいいと思うんですよね。まあ、そもそもこのゲームが続くかどうかっていうところが結構さ、やっぱりなんか、安易に課金が進められない理由っていうところなんだよ。もちろんそのサービスが続くためには、なんていうの、課金してくれてなんぼなんで、全然課金アンチでは私は全くないんだけど、ただ、なんていうかな、続けないのに、まあ、たくさんお金払っちゃってもさ、それはそれで、なんとかその人にとっては、なんか、ね、もったいないなっていう感じもしちゃうんで、なので、まあ、ある程度やり込んで、最前線まで、最前線っていうか、まあ、レベル上げもできるところまでね、まあ、今回、まあ、解説動画の中で大体、まあ、どういう風にレベル上げしたらいいのかっていう話は知ってるんですけど、まあ、なんていうのかな。基本的にはやっぱり1にも2にもチャレンジリフトですね、やっぱり。今回やってみて思ったところとしては。まあ、チャレンジリフトとにかくいけるところまで、やってあげることで、まあ、チャレンジリフトって結構、クリアした時の経験値報酬も、でかいので、まあ、特に最初のね、うちは、まあ、経験値のね、倍率も 1600% のバフがかかってるので、まあ、そういうのも利用すると、まあ、一気にこう、チャレンジリフトで大体私は、パラゴンレベル600ぐらいかな、まで、来ることが、できて、で、まあ、今だいたい470ぐらいまでいけてるのかなっていう感じなので、まあ、割かしね、まあ、上げやすいのかなという感じはしてるんですけど、なんかすごいコントローラーがしてたんですよね。なんかプレステコントローラーってすごい脆弱なんですよね。USB の、なんていうかケーブルがついてるんですけど。結局、PC とつなぐとなると USB 接続、まあ、Bluetooth が対応してればいいんだけど、あれなんで、まあなんていうか、しょっちゅうこう外れた判定っていうか、USB の口が外れた判定がついちゃうんで、まあすごいね、作りがね、雑なんだよね、そこがね。結構プレステの純正コントローラーってさ、高いのに、USB の口がむちゃくちゃ弱いんで、なんていうかな。外して使うときも結局、なんていうのかな。
バッテリー駆動になるんだけど、刺してる間もね、刺さってない判定になっちゃったりして、結構それが理由でね、買い替えたっていう人もたくさんいるんで、なんかな、そこら辺なんていうか、そんなに脆い作りにしとく必要ってないと思うんで、なんかねそこが残念なとこだよね。他のサードパーティー製のコントローラーの方が全然堅牢に作ってあるというかさ、まあ、ケーブルとか刺す必要があるものは、まあ、ちゃんと繋がるように作ってあるんで、まあ、そこがすごくね、雑な作りっていうのかな、感じなんだよね。まあ、今回はまあ、サブキャラの育成でやっぱり、今回ババアをやってたんで、なんだろうな。結構こう、ネクロのランキングとかに比べると、意外と、なんだろうな。バーバリアンそんなに人がいなくて、まあ、そこもちょっと驚いたところなんだよね。まあ、なんだろうな。ディアブロタイトルの中で言うとさ、バーバリアンって、まあ、ネクロマンサーもかなり人気あるけど、まあ、ネクロかババって結構人気がある役職だと思ってたんで、意外とね、イモータルのバーバリアン、まあ、全然好きな人もたくさんいるし、あれなんだけど、人口が少なめなんで、少し、なんか、不況ができたらいいかなと思ってるんですけど。やっぱ、近接のビルドって、なんていうのかな。結構ね、私も、やっぱり、まあ、今回特に装備品の強化値がね、まだまだ低いところがあるんで、おそらくそれが原因だとは思うんですけど、まあ、かなりね、序盤、ババだと、ネクロマンサーとかだと、レーティングさえ足りてれば、まあ、その難易度のコンテンツっていうのを、まあ、楽に、まあ、ポーションとか使わずに、まあ、クリアできちゃったりとかするんですけど、まあ、バーバリアの場合は結構近接職なんで、前に出て戦わなきゃいけないんで、なんていうのかな。結構被弾率が高いというか、このゲーム、まあ、特にイモータルは、なんていうのかな。近接の敵が、モブが出てるときは、まあ、近接のモブだけが出てるっていう感じじゃなくて、なんていうのかな。どのモンスターも遠距離の攻撃も持ってれば、近距離の攻撃も持ってるみたいな、特性があって、ある一定の距離離れると、なんていうのかな。近接じゃなくて、まあ、遠距離攻撃を、乱発してくるっていうような感じの、挙動をしてきたりするんで、意外とね、まあ、こうやって召喚ビルドとかだと、まあ、そもそも的が多い、から、まあ、自分が殴られる前に手下が殴られてて、自分自身はそんなにライフを失わないっていうことができるんだけど、バーバリアンは結構そこの被弾がね、大きいので、まあ、どうしたらいいのかっていうところなんですけど、ただまあ、イモータルのバーバリアンは、まあ、強制士のフンヌっていうね、まあ、他の、なんていうかな、ディアブロの、まあ、いわゆるシャウト系スキルっていうのかな。まあ、叫ぶからババだ、みたいな部分もあると思うんで。強戦士の憤怒に加えて、不滅の憤怒っていうね、防御系の、叫びがあるんで、もしね、バーバリアンで育成してて、ちょっと硬さに問題があるなと思ってる方は、強戦士の憤怒の代わりというか、まあ、別に両方入れてもいいんだけど、不滅の憤怒をね、一つ入れてあげるだけで、かなり、育成中のね、火だめっていうのを抑えられるかなと思いますので、まあ、ぜひ、なんていうのかな、バーバリアン始めたばっかりという方は、不滅の憤怒のね、スキル、ぜひ、使いこなしてみてほしいなと思いますね。まあ、キャラクターを1キャラに絞るメリットって、やっぱり、結構レジェンの集まりが良くなるのよね。まあ、当然なんだけど、まあ、いろんなキャラクターやってるとどうしても、なんていうのかな。一日に落ちるレジェの数っていうことで考えてみるとさ、なかなか大変なんだけど、まあ今のプレイ環境で、まあ毎日、まあそこそこ、すべてのコンテンツこなしてる人だったら、おそらくレジェ余っちゃうぐらいだと思うんですよね。まあ揃い切っちゃって、まあなんかやろうかなって感じになるぐらいのバランスにはなってる。なので、まあ、今回も、なんだかんだで、3クラスぐらいかな。インフェルノ5に関しては、
まあ、レジェンダリー育てられたんで、まあ、おそらくね、まあ、3クラス、まあ、全クラス全て揃えるっていうと結構ね、頻繁に転職しなきゃっていう感じだと思うんですけど、まあ、半分ぐらいはね、おそらく、次のレジェレジ思想までに、集めることができるぐらいのバランスにはなってるんで、あれなんですけど、まあ、ババちゃんはババちゃんでもう特化してね、そっちに預けちゃうのもありかなっていう感じはしてますね。ただまあ、ちょっと難易度の移行がね、完全に最前線っていうのかな、まで行くのは結構時間かかるかなっていう印象ですね。うん。まあ、まあ、さっきその課金の問題で話したように、やっぱりその1年、まあ、私の場合はそうね、キャラクター自体は毎日ログインしてたんで、そのね、まあ、レジェンダリー報酬とか、そういうのは結構、育成中、役に立ったんですけど、まあ、どうしてもこう、まだ、なんていうのかな、門跡はあるけど、そもそも、なんていうのかな、門跡はあるけど、回す時間がないとかね、そんな問題が起きてきちゃってるんで、まあ、なかなかそこは厳しいところかなという感じがしますけど。まあ、今週でまたバトルパスの方もね、更新になっちゃうんで、そう、このね、クールダウン時間がリセットされる、やつとかもね、まあ、ネクロマンサー以上に結構役に立つのよね。ネクロはなんだかんだで、うん、まあ、こういう召喚ビルドにしてる場合でも、まあ、キャスター系のビルドにしてる場合でも、意外とこう、なんていうか、スキルのつなぎがね、やりやすかったりするんですけど。まあ、結構ね、その近接職なんだけど、まあ、なんだろう、イモータルのダメージの出し方ってやっぱり他のディアブロとちょっと違うところがあるんで、バーバリアンもね、なんかその、継続系のダメージのビルドとかも結構ね、私も組んでて、やっぱり強いんですよね。まあ、まず、デフォルトでスキルについているものとして、まあ、出血っていうね、まあ、敵を流血状態にするっていう継続ダメージ、ドットダメージってやつですね、ダメージをオーバータイムっていうやつですね、まあ、ある一定の時間にわたってダメージが生じ続けるっていう意味ですけど、なんだろうな、まあ、ドットダメージって結局、まあ、ずっとダメージが出るんだけど、まあ、その代わり、なんていうのかな、一発一発のダメージっていうのかな、1秒あたりに与えるダメージっていうのはドバンとね、こう、ダメージが出る他のスキルに比べると弱いっていう特性があるんですけど、まあ、イモータルの場合はかなりそのなんていうのかな、ダメージ帯が、まあ、例えばまあ、今見てると、まあ、このビルドだと1万とか4万とか出てると思うんですけど、結構継続ダメージそのものもそれぐらいダメージが出てくれるんでね、馬鹿にならないところがあるというところがあるんで、なんていうのかな、まあ、継続ダメージ系のビルドいいんですよね。炎上ダメージとか出血以外だと、まあ、炎上とかあと毒とかですね、そこら辺はまあレジェ結構その有能なね、レジェンダリーの宝石があるので、まあ、そこら辺を集められるといいかなっていうところはありますね。で、あとはそうですね、最近追加されたクリティカルヒットが上がる宝石ですね。あれすごい強いですね。今回お試しで1時間使えるっていう、イベントがね、やってますので、まあ、ちょっと近接触やられてる方、ぜひね、一回どんな、効果なのかやってみてほしいなと思うんですけど、まあなんだろうな、あれも結構、まあ罠とまでは言わないけどさ、なんていうのかな。多分試すと多くの人はすごい強いなと感じると思うんですけど、まあ理由はやっぱり星5の5っていう最高特級のものを、まあ入れてるっていうところもあるんですよね。なんていうのかな。なんかすごい固まるね。長時間やりすぎてるのかな。はい。
まあ、星5の5の、等級でね、でなおかつランク10まで強化したような状態を、お試しで使えるんでね、まあ、実際、まあ、もうちょっとランクが低い状態で、ランク1でつけた時に、どういう効果になるかっていうとまた違ってくるんで、そこはまあ何とも言えないところはありますけど、ただそうね、まあ、近接やるんだったら、まあ、テルリックパールとかであれを1個作るとかなり違うんじゃないかなという気もしてるので、まあ、まさにね、今育ててるサブキャラのバーバリアンで1個作ってみてどんな感じか、まあ動画とかでねお見せできたらいいかなと思ってますね。そうなのでね、やっぱ宝石育成の部分がやっぱりまるっとね抜け落ちた形でスタートしちゃうんで、まあそこがやっぱりね、あの火力の伸び悩みっていうところが結構大きくて、あのなんていうのかな、レーティングが上がれば当然ダメージは最低限上がっていくし、あの敵から受けるダメージっていうのも減っていくんで、なのでねいいところなんですけど、それだけやってるとやっぱりなんていうかな、そこから上のダメージっていうのかな、何倍にも上がっていくようなダメージの部分っていうのが、まあなかなか乗らないんでね、まあそこが結構厳しいのかなというところはありますね。あとまあ防御系のレジェンダリー宝石とかも結構バカにならないんで、まあそこら辺のねダメージ軽減の部分とか、も含めて考えるとね、まあなんだろうな、まあ確かに、まあご自身の余裕のある範囲ですけど、まあ課金した方がまあ楽に進めるっていうのはまあ真実なんですよね。まあなので、まあ前々からお話ししているように、最低限のこう進行を楽しむっていうのかな、普通にアクティビティこなしたりとか、まああのコンテンツを楽しむっていう上ではもう完全無課金でも全然最前線までいけるよという感じなんですけど、ただまあなんていうかな、まあ爽快に狩りができるとか、まあ PVP が楽しめるとか、まあそういう部分になってくると、まあやっぱり、このゲームの場合は課金の要素になってくる、宝石の育成っていうのも大事になってくるんで、まあある程度まあブーストしてあげた方がまあ快適に回せるようになるっていうのはあるのかもしれないですね、というのが私の結論ですね。まあでもなんだろうな、一応持てる限りの知識は皆さんに、お伝えしたつもりですので、ぜひ、まあ序盤育成のね、動画、解説動画、まあそれつくなんだろうな、意外とああいう動画ってさ、地味な動画ではあるんだけど、作るのにまあ、何十時間もかかったり、何十時間もかかってないね。今回、まあ3週間、並行して、バーバリアを育成したって感じなんで、まあ BP7200 ぐらいか、分ぐらいは遊んでいると思いますので、まあそれを長いと見るか短いと見るかってとこはあると思うんだよね。まあ大体、なんだろうな、視聴者の方がおっしゃってたように、まあ一月あれば最前線まで行けるっていうのはまあ真実だなと思いますね。まあ3週間で来てるけど、まあ結局私の場合はまあこういうチャンネルをやってるという理由もあるので、まあある程度はね、その自分の中で、なんていうのかな、効率的に進める方法っていうのも、まあ知識としてもそうなんですけど、経験値としてもあるので、まあそれもやって、で、まあ3週間、まあ実質2週間かな、ぐらいで、最前線まで行けるかなという感じですね。ただまあ、インフェルノ5、6あたりになってくると、まあさっきお見せしたように、ちょっとレートが足りないかなっていう感じになっちゃうと思うんで、まあそこをどう埋めるかってとこなんですけど、まあおそらくというか、まあ今だと、サーバーパラゴン1260なんで、まあ60の、レジェンダリー1200になった時のレジェンダリーよりも1260になった時のレジェンダリーって、まあ当然ながらスコアが高くなってくるんで、まあそこでね、まあ全身、まあ100ずつぐらい上がっていくので、まあ800は上がるかどうかわからないけど、まあそれぐらいはレーティングも私も、まあ実際このキャラクターでも、ね、上がってきてるので、なので、まあそうね、ゆったりやるんだったら、まあサーバーバラゴン1300ぐらいで、まあ5入り、6入りあたりを目指してみるっていうのがいいんじゃないかなと気がしますね。ただなんだろうな、結局上の難易度で回すことのメリットって同じ1200装備でもインフェルノ5で、落ちる装備、あ
インフェルノ4で落ちる装備よりもインフェルノ5で落ちる装備の方がねレートが高いものを落ちますので、だからまあ、早く最前線に来た方がいいよっていう話をね、よくしてるわけなんですけど、まあそれも何とも言えないけどね、本当にまあちょいちょい休みながらゆっくり遊んでいくっていうのハクスラーの遊び方としては全然ありだと思うんで、まあレベル上げしたいなってなった時に、まあ参考になる動画としてね、見ていただけたらなという感じがしますね。はい。まあ結構今日は思った以上にババがかかったというか、結局あれなんですよね、チャレンジリフトが一番時間かかるかなと思いますね。チャレンジリフト5回ぐらいずつ、飛ばしてね、チャレンジできるんですけど、今、まあ最前線だと、まあ545ぐらいかな、の人がいるんで、まあ私が今やってるのが530ぐらいなんで、まあ普通に上げていくと、おそらく400後半ぐらいまでは、普通に行けちゃうと思うので、まあ400後半まで行くのに96回リフトを回さなきゃいけないんで、まあそれだけでもかなり、時間かかるかなという感じなので、まあそこで時間がかかってるっていう感じですかね、どっちかっていうと。なので、まあこれから育成する人は本当に、なんていうのかな、騙されたと思ってチャレンジリフトね、とにかくやってみてほしいなと思います。チャレンジリフトね、ほんとよく質問いただくんですけど、まあ大体動画で解説している通りなんですよね。なんだろう。チャレンジリフトっていうのは素材、セットアイテムですね。緑アイテムの方の、ランクを上げるために必要な素材が出るんですけど、初回クリアの時しかもらえないんで、なんか、チャレンジリフトを周回してますとか、って方、たまにいらっしゃるんですけど、なんていうのかな。同じ回クリアしても、経験値も何も報酬もらえないんで、なので、あんまり意味ないかなって感じですね。道中の敵とかは経験値落とさないんですよ。まあ、ちょっと今、せっかくなんで、左側の画面ちょっと見せようかなと思うんですけど、左下のところ見ていただくと、こうやって獲得経験値出ると思うんですけど、これはエルダーリフトなんで経験値入ってるんですけど、チャレンジリフトは基本クリアするまで経験値って入らないんですよ。で、クリアした時も、初回のクリアの時だけ経験値の、報酬をもらうことができて、まあ、それ以降はね、経験値の報酬っていうのは、入らない、仕組みになってますので。なのでね、まあ、チャレンジリフトの回し方はもうあくまでも自分のレベルというか、戦闘レーティングが上がってきたら、もう、次の回をクリアしていくっていうような感じで、まあ、記録を更新していく、どん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 上の回、そして、まあ、同じ回でも、まあ、ベストのタイムを目指して、記録更新していくっていう、コンテンツなんで、まあ、エルダーリフトとかとちょっと扱いが違うんですよね。エルダーリフトはやっぱり周回して、なんていうのかな。まあ、BP もそうなんですけど、まあ、特にこの、なんていうのかな、週ごとのこの残り火を集めていくのが結構大事なんですよね。エルダーリフトでまあ400ポイントまで貯められるこの残り火を集めると、まあ、それから、なんていうのかな、レジェンダリーの宝石作ったりとかできるんで、まあ、結局、あれかな、素材の違いっていうのかな、まあ、キャラクターを強化するための素材の部分も、まあ、最前線と結構差がついた状態で始めなきゃいけないっていうのがあるんだけど、まあ、その部分は意外とね、詰まっていくんですよね。まあ、詰まっていくとは言っても、毎日周回してた人の素材に比べたらだいぶ違うんで、まあ、数倍違うと言っていいぐらいかな、だと思いますので、まあ、最初こうに、まあ、解体した時の素材数とかも2倍になってるんで、まあ、その間になるべくね、多く稼いでいく形になるんですけど、まあ、ある程度のところでもうその2倍のバフもね、切れちゃいますので、まあ、その後どう上げていくかっていうのは結構、まあ、大変なところなのかなとは思っていて、ただ、まあ、各難易度の設定そのものが、まあ、結構下方修正されてるんですけど、まあ、おそらくその理由って、まあ、新規で始めた人が、詰まることなく、インフェルまで入れるように、おそらくそういう設計になってるのかな、という感じなんですけど、そうですね。
まあ、今回サブキャラ育成で一番苦労したというか、まあ、ここは多分人の手助けが必要だなと思ったところは、ヘリクアリのね、インフェルノ2からあたりからが結構きついなという感じでしたね。なんていうのかな。結構前はヘル8が結構詰まってて、ヘル8の最後のね、なんだっけ、アポスラスじゃなくて、ファングウルフだったっけ、氷の獣みたいなやついると思うんですけど、あいつを倒すのが結構ね、鬼門になってて、まあ、なんていうか、800に、始めた人が、まあ、800のところであそこで詰まるっていうのがあったんですけど、今はまあ結構そこからもさらにレベル上げがね、できるようになってるんで、なんていうのかな、799で、まあちゃんと、装備を揃えていけば、まあ、ファングウルフ、をまあソロで倒せるなと思いますねぐらいの火力にはできるのかなと思うんですけど、まあ厳しい場合はまあヘル8で歩兵をね立てれば誰か助けてくれることも多いと思うんで、まあ、最前線の人は別にソロでもねヘル8ぐらいだったらもう簡単に倒せちゃうんで、なので、まあ、ちょっとワールドチャットとかでまあヘリクアリの進行がね厳しいという場合は助けてもらうのがいいのかなと思いますね。まあなんだろうな、私もたまに助けたりはしてますけど、視聴者さんとかでね声かけてくださった方は、引っ張ったりすることもあるんですけど、ただなんか無言で送られるのはちょっと困るなって感じですね。基本まあなんかメッセージ送っていただいて、まあそういう理由だったら手伝いましょうっていう感じでやってるので、なんかなんていうの、無料で引っ張ってもらえる、便利に機みたいな感じで使われると、ちょっとね、困っちゃうとか。まあ、例えばこうやって動画を撮ってることも結構私はあるので、なのでね、ぜひ、無言はダメよ、というルールでやっていこうかなと思ってますね。まあ、そうだよね。まあ、マナーとしてもあんまりよろしくないし。まあ、だいぶ減ってきたとは思ってたけど、まあ、定期的に湧いちゃうんだよね、このゲームで。そういう、無言申請、無言パーティーみたいなさ。まあ、ディアブロ4もなんだかんだでそういう人いるけど、そんなに露骨ではないから。まあ、露骨なのかな。まあ、4人パーティー組んでれば、あのゲームって基本、他の人入れないんで、大丈夫なんだ。ちょっとパーティーが3人とかでさ、あと1人待ってるとか、まあ、そういう時になんかひたすら申請してくる人とかね、まあ、たまにいるんでね。まあでもなんだろうな、まあ話がババに戻りますけど、やっぱりディアブロのねババがやっぱり一番近接としての面白さっていうところは、詰まってるかなっていうところは、最近グリムドーンっていうゲーム、まあ昨日ちょっと、詳しくお話ししましたけど、始めたんですけど、まああっちも私キャスター系っていうのかな、まあ魔法を使ったりとか、あと召喚したりとかっていうようなビルドを、まあ中心に今まで遊んでたんで、まあ新規一転ちょっと近接ビルドやってみようかなっていうことで、昨日から始めたんですけど、なんだろうな、結構、イメージとしては、まあ、ディアブロでいうとこのバーバリアンみたいなビルドよりは、どっちかというとクルセイダーみたいなね、盾と剣で戦っていくみたいな、そういうナイト的なキャラクターとか、まあ、ビルドが多いので、まあ、ちょっとそこがね、なんか、ババ成分が足りないというかさ、まあ、回ってなんぼっていうかさ、バーバリアンのこう、敵の群れの中に入り込んで、まあ、ワールウィンドするとかさ、まあ、そこの魅力ってやっぱり捨てがたい部分が、なんていうのかな、まあ、そこら辺はね、まあ、今シーズン楽しんでいきたい、まあイモータルの方で楽しみながらやっていこうかなって感じですね。なかなか、何回なんだろうな。
そう、あとそうね、結構このリフト周回っていう要素、結構ねディアブロとかだとこういうなんていうのかな、まあエンドコンテンツにリフトっていう概念があってさ、こう無限ダンジョン的なもの、うん、まあ、実際は無限じゃないんだけど、こういうとこをやっぱ周回するっていうのも、まあなんか人によってやっぱ結構違うみたいで、そのさっき言ったように序盤にチャレンジリフトをたくさんやった方がいいよっていうんだけど、まあなんていうか、なんか変わり映えがしないような気がしてなんか飽きちゃうとかね、まあそういう話もよく聞くんで、うん、まあ悩ましいところではあるけど、まあチャレンジリフトって、チャレンジリフトじゃないわ、リフトはまあ結構そのまあ3から、実装された要素ではありますけど、うん、なんだろうな、好きな人は好きだけど嫌いな人は嫌いっていう部分はあるのかなっていうところありますね、うん、まあ結構ディアブロイモータルのリフトはまだまだなんだろうな、3のリフトに比べるとなんか迂回路ができちゃったりとかね、まあそういうところもあるんで、ちょっと難しいところはあるんだけど、なんていうの、こういう行き止まりみたいなところ、順路的にこっちが正しそうだなと思って感覚で回すと行き止まりだったりとかさ、そこがなかなかね難しいところだよね。気づいたらもう3時近くになってきてて、まあ次の雑談動画もな一緒に撮っちゃおうかなって感じです。最近ねほんと雑談動画のネタがさ、なんか切れがちというか、まあハクスラ自体はすごくやってはいるんだけど、なんていうのかな、ハクスラ関連のネタというかさ、若干不足しがちにはなって、これで今8回ぐらい回せたのかな。お、エルダーリフト終わりましたね。なんかすごい固まりますね。なんだろう。まあ結構ね、キー接触も、イモータルは、魅力がありますので、ぜひ、やってみてほしいなと思います。で、まあそうですね、グリムドーンの実況の方は、まあゆっくり、進めていこうと思いますので、まあ、気になる方はぜひ、まあ、ちらっと見に来ていただけたらなと思います。結構ね、1回あたりというか、まあかなりね、コンテンツの量たくさんあるので、まあ、あ、そうそうそう。こんな感じでね、まあ、だんだんこの、もう60を超えたんで、少しね、あれ？これなんだ？あ、これ頭部なのか。おー、いいんじゃない？少しだけど、更新できたって感じかな。そう。このキャラはね、もう3万4000超えてるんで、まあ、いつでもインフェルノ6、に行けるっていうか、まあ今もう6で掘り始めてる感じではあるんですけど、なかなかね、まあこれから始めた人、
まあ課金が全く必要ないっていうのは、言えないけど、なんていうのかな、うん、まあただ遊ぶだけだったらできるけど、まあ長く続けるんだったら少し課金して、まあ今日、レジェンダリー、欲しいレジェンダリーの宝石を手に入れるっていうのも、ありかなという感じがしますので、まあ、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。よいしょ。結構コープスランス系の兜とかも出てきたんでね、うん、こういうの入れてみるのも面白いかもね。そう、コマンドスケルトン、コープスランスが、敵を1体生成する、これか。オプスランスのダメージ増加、うーん、ここは霊装も発生中に移動すると死体を発生させる、うーん、まあちょっとここら辺はね、また組んでいこうかなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。